サナトゥルク2世は、ハトラの王。サナトゥルク2世は、古代都市ハトラの最後の王で、西暦200年頃から240、41年頃まで統治していた。サナトゥルク2世は、アブサミア王の息子であり、ハトラで発見された9つの碑文に記されている。これらの碑文のうち2つだけが年号が書かれているが、両方とも解読が難しい。サナトゥルク2世は、 シリアの資料ではサナトゥルクとしてアラブの資料ではダイジアンとサティルンとして登場する。彼の秘文の一つはサナトゥルク2世の立像から発見された。彼の妻はおそらくアブだった。二人の息子が知られている。アブサミヤは彼の祖父にちなんで名付けられサナトゥルク2世の相続人だった。もう一人の息子であるマナは235年に記録されており、 彼の支配下にアラビア・オブ・バルがあった模様。後者の証拠からサナトゥルク2世が領土を拡大したと思われる。娘ダスパリは549年の日付がついた像から知られている。第二の像は彼女の娘様へのものである。サナトゥルク2世の下でハトラはローマの俗国となった。AD226-227 年頃、 サーサーアン・アサは成功せずに都市を攻撃したが、最終的に征服され、サーサーアン・アサによって破壊されたモ。モーリス・サルトール、ザ・ミドル・イースト・アンダー・ザ・ロマンス、346。モーリス・サルトール、ザ・ミドル・イースト・アンダー・ザ・ロマンス、346。A.G. マサシン、スカルプチャー・イン・ザ・パーシアン・エンパイアー、オーフス・ユニバーシティ・プレス。 オーフス 1992-8772883111-P205 から2 0 6 2 1 1 h a t ラ a o n i r a n i c a c o m ありがとうございます。